ここでは関数の地域の例題について一緒に見ていきます。この問題の方針と解き方をそれぞれ詳しく確認していきましょう。まず方針ですね。地域を求めるには点線グラフを書いて定義域をなぞって下が最小上が最大ということやったんですね。詳しく見ていきましょう。まず括弧1です y イコール 2x において1。小なりイコール x 小なりイコール3と定義域が与えられてたら y の地域はどうなるでしょうか？やっぱりやることはグラフを書きます。本当簡単でいいんです。とりあえずは定義域を無視して y =2x のグラフを点線で書きます。そしたら原点を通る直線でで傾きがね。2。ということは x が1。増えて y が2。増える。 もしくはね x が1の時 y が2になるのでここの座標がね12なのでこんな感じで直線が引けます。でその次にやるのはこの定義域に合う範囲をなぞるんですね。x が1から3ということでねしかもイコールがあるんで黒丸でねこのようになぞります。そしたらね y の値は上に行けば行くほど大きくなるのでここが最小でここが最大ということが分かります。 じゃあ、x が1のときの y の値はどうなるかっていうと、ここに代入して 2×1 で2ですよね。x が3のときの y の値は、ここに3を代入して 2×3 で6となります。じゃあ、これで y は2から6ということが分かりました。あとはこれを数学的に表すだけですね。黒丸ということで、小なりイコールです。ですから、2小なりイコール、y 小なりイコール6となります。OK でしょうか。 では次ッコにに行きましょう。コには y イス3 x プラス2で定義域がこれですね。やっぱりまず初めは定義域を無視して点線でグラフを書きます。切片がプラス +2 で傾きがス3ですのでね切片プラス +2 でまあこの辺だろうと。で傾きが −3 ということは1増えたら3下がるそんな斜め具合で書こうという感じですね。でその次にやるのは定義域をなぞることです。 x は -2 から1なんですねで。イコールがないので白丸です。ですから x が -2 であるねこの辺ぐらいと、x が1であるこの辺ぐらいに白丸を書きます。でこの範囲をなぞるんですね。僕らはここだけを見るということになります。でこれを見ればここが y が最小で、ここが y が最大であるということがわかりますね。 ですからあとは値を求めるだけです。x が1の時の y の値はどうなるか代入するんですね。マイナス3か3 × 1プラス2。計算したらマイナス1になります。x がマイナス −2 の時きの y はどうか。ここにマイナス2を代入するんですね。マイナス3 ×ス2はプラス6。それにプラスにして8になります。ということは y はね、マイナス1から8ですよね。で、白丸ですのでイコールは入れないと。よって答えはマイナス1小なり y 小なり8となります。OK でしょうか。 でね、もしグラフを書かずねなんとなくこのイイコールマナス2を代入した8と x イコール =1 を代入したマイナス1をね書いてこういう答えにしちゃった人はね必ず×されるんでねそこは気をつけてくださいなんで×かっていうともう言うてることがおかしいんですね「y は8より大きくてマイナス1よりちっちゃい数だ」って言っちゃってるんですねそんな数は存在しないです ですから、ね、このような最大と最小が逆になるというミスを防ぐためにもねもうほんと簡単でいいからグラフを書くようにしましょうそしたらねそういうミスは減らせますでは次カッコさんいきましょうカッコさんは反比例ですね y=x 分の8のグラフをとりあえず定義域を無視してまずは点線で書きましょうほんと簡単でいいんでね大体いいこんな感じになりますでその後は定義域に注目です x は2から4ですねただ x は2の時はイコールなんで黒丸です 4ののはイコールがないので白丸ですねで。この範囲に合う部分をなぞりますそうすればね y はここが最小でここが最大だっていうことが分かりますよねじゃああとはそれぞれの値を調べていくだけです X が4の時 y の値はどうなるかここ代入したら4分の8で2ですね X が2の時 y の値はどうなるかここに2を代入して2分の8で4と分かりますじゃあ y の範囲は2から4ということが分かります 二は白丸、四は黒丸ですね。ですから、答えは二小なり、y 小なり、イコール四となります。オッケーでしょうか。では、ラスト、括弧四、いきましょう。y イコールマイナス二 x 二乗、二乗に比例する関数なのでね、放物性になります。とりあえず、定義域を無視して、点線でグラフを書きましょう。今回はね、マイナスがついてるんで、この x 軸より下側になるグラフになるんですね。で、その次は定義域に注目します。x はマイナス二から一ですね。 マイナス -2 の方はイコールがないので白丸です。1の方はイコールがあるので黒丸です。で、この定義域の部分をなぞります。そしたらどこが最大でどこが最小か見えてきますよね。まず一番ちっちゃいのはここですね。ここが最小とわかります。で、一番大きなどこですかっていうとここなんですね。ここが本当によく間違うポイントなんですね。 ででもななんんんとなくここを選んじゃうんですね。気持ちはわかるけどやっぱりそれはおかしいと。だってこの範囲で Y が一番大きい部分が最大です。Y が大きいっていうのは一番上にあるっていうことです。そして明らかにここよりここの方が大きいですもんね。ですからここが最大値になります。 じゃあこの最小値はどうなるかっていうと x がス2をねここに代入したらス2の2乗はプラスの4ですそれをス2倍するんでス8と分かりますねで最大値はここです原点ですねですから y の値は0ですここはもう関係ないんで調べる必要は全くありません 以上、よりね y の範囲は -8 から0までと分かりました。で、マイナス -8 は白丸ですので、ね、マイナス -8 小なり y で0にはなっていいので、小なりイコール =0 ということになるんですね。オッケーでしょうか？しつこいようですがね。グラフを書かずにもうなんとなく、この両端の数字を代入してね。こういう答えにしちゃった人も中にはいるかと思います。でね。まあ、今回間違えるのは仕方なかったとしてね。もうこれからはもうグラフを書こうと。 簡単で本当にいいんでねこれぐらいのグラフ書いたらまず間違うことはなくなりますですからねもう両端をとりあえず代入して答えっていうのはもうやめましょうそしたらねもったいないミスで点数を落とすっていうことは防げますはいということでここでは関数の地域の例題について見ていきましたどうでしょうか理解できましたでしょうかねあとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題の類題などを見つけてしっかり練習して身につけておきましょう